フィリッパ・ジョルダーノはイタリア出身の女性歌手。今日のクラシカルクロスオーバー流星の一翼を担う存在である。1974年2月14日、イタリアのシチリア島パレルモで聖歌隊歌手の父とオペラ歌手の母の間に生まれた。祖父はシチリアの伝統的なストリートミュージシャンで、兄や姉も音楽家という音楽一家に育ち、母親から歌の手ほどきを受けた。 1979年5歳の時にローマに移住。クラシック音楽と共にクラシックダンスを習い始め、1983年にはイタリア国立ダンスアカデミーに特待生として迎えられた。その後父の所属するフランコ・バレーリのオペラカンパニーの演奏旅行に同行し、オペラ歌手の道を志す傍ら、マドンナやホイットニー・ヒューストンに憧れて、ポピュラー音楽にも、 関心を抱いた。1998年、カテリーナ・カゼリにスカウトされシュガーレコードと契約、アルバム、パッシオにでデビューした。翌1999年2月には、サンデモ音楽祭に出場し、新人部門で第2位を受賞した。同年10月には、バチカンのサンピエトロ広場で行われた、ミレニアム前年祭りで、当時のローマ教皇。 ヨハネ・パウロ2世を含む15万人の監修の前でアベマリアを歌った。2000年にパッシオニの国際版フィリッパ・ジョルダーノで国際的にデビューした。2002年4月にはアルバムイル・ロッソ・ア・モーレを発表。同年のバチカンクリスマスコンサートでは再びヨハネ・パウロ2世の前でシューベルトのアベマリアを歌った。その後、レコード会社を エーベックス参加のエーベックスカーサに移籍。アルバム、プリマドンナは2005年に日本で先行発売された。幼い頃よりオペラとポップスの双方に親しんだことが、現在の音楽活動にそのまま現れている。オペラのアリアをポップスの感覚で歌う一方、オリジナル曲を声楽的な商法で歌うなど、クラシックとポップスの境界領域で活躍している。楽曲提供者には、 フランチェスコ・サルトリ、エンニオ・モリコーネ、デイビッド・ホスターといったビッグネームが名を連ねる。デビュー以来早い時期からたびたび日本を訪れてコンサートツアーを開催しており、日本での知名度も高い。ありがとうございます。